船形駅は山形県最上郡船形町船形にある東日本旅客鉄道大本線の駅である山形線の愛称区間に含まれている単式ホーム2面2線を有する地上駅もともとは2面3線であったが中線が撤去された古線橋が1本あるがこれは2つのホームを結ぶだけでなく駅の裏手にも伸びており自由通路の役割も果たしている 新庄駅管理の簡易委託駅。厳密に言えば当駅には駅舎がなく、船形町の医療サービスセンターと観光物産センターの間の隙間が駅の出入り口となっているが、観光物産センターには待合所と出殺窓口があり、事実上の駅舎となっている。この観光物産センターには船形町を紹介する展示もある。当駅の足沢駅方が伏線。 新城駅法が単線である。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は59人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅脇に船形町の医療サービスセンターがあるため駅前に薬局がある。駅前から商店や民家の並ぶ通りが続いており、その通りを数分歩くと国道13号にぶつかり、 駅前通りとの十字路付近が、船形町役場などがある、中心部である。国道13号線沿いには、山高バス船形十字路バス停があり、特急48ライナー、東京サンライズ号が停車する。JR、私鉄前線各駅停車3号、上越480駅のカラーページに、旧駅舎時代の窓口風景と背中を向けて、事務作業をしている。 委託駅員の姿が掲載されている。委託駅員によると、山形市内の書店で、たまたま購入した船形町民によって、初めて掲載されていることを知ったとのこと。その後、船形町は、公費で同賞3冊購入して、当駅にも置いてある。ありがとうございます。